ね、結構滑っとるやん。何が？じゃあ何？いつもだもん。見とる？どこに出るの？あ、来た来た来た。こんにちは。阿部さんトランポリンやってます。やっぱ地面に着くわ私でしょ、うん、ほらナオミ答え、はい、ナオミ来ましたのでトランポリン披露します。大丈夫、あ、誰か一人見てくれる？あ、ウェブナオミ来ましたので昼からライブです。こんにちは。こんにちは。お昼ご飯も食べずに掃除してきました。私の友達です。結構きついです。ダイエットになりますよ。大丈夫、これ以上痩せなくても。なんか今来てくれたお客さんがトランポリンくれるって言ったから、はい、ナオミがもらいました。もらいました。ほいでハルさんもちょっと飛んでみました。はい、脳みそが揺れております。次あのもしなんならまーちゃんも飛びますんで。飛びます喋れません、これをやると。何のライブやねん。これをやると喋れません。あ、やっぱり脳みそが揺れてる。一人になっちゃった。みんな来て、引かないで。引いちゃうよね。引くよね。引くよね。こんにちは。まだ販売会やってます。こんなことやってますが。来てください。今日はあったかいです。そうです。小春日和です。皆さん大掃除してますか？してません。お掃除してくださいよ。布団干してくださいね。私の分まで。干しました干しました。私の分まで。今日はふかふかです。朝インスタライブした時に直美ちゃんが昼から来るって言ったので、昼からインスタライブを始めました。はい、始めました。 YouTube 撮ろうって言われてきたんだけどさ、 YouTube 撮ろうと思ったけど、急に春さんが化粧して待ってるとか言うもんで、そう、化粧後の顔です。朝とちょっと違うでしょ。違う眉がちょっと、ああ違う、うん、なかなかいいと思う。眉描きました。いつもメナードのメナードの水野さんが眉描かねダメよって言うんで描きました。はい、ね、ありがとうございます。近くで見てなんか字が二重になってるのね。そうあのね、電波がうまく入ってこない、うん、あ、もう充電もないし電波もないし、いや、取れんかや。やばいんじゃない。あと 19%、 あと 19% です。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どこですか、お家は。お家どこかな。あれ、さっき来てくれた人かな。朝も来てくれました。たわいのない会話へようこそ。ようこそ。寿司屋かっちゅう。なかなかね、入るとね、これでいつ出てっていいかわからんじゃんね、うん、あ、そうだよね。そうもうなんかね、二、うん、人どうせ締めがないんで、心配しないでください。あの二人お二人なんで、好きに喋っちゃってください。はい、大丈夫です。春さん農園の場所どこですかとか。はい、ここです。なんか Google マップで来ると来れるみたいでしょ、すぐ。なんか、うん、登録してあるんで。駐車場もあります、300台ぐらい。目の前にガモゴーリスの駐車場があります。クリスマスどうでしたねえ。あら、あれ、まーちゃんだ。まーちゃんがなんかやってる。なんかやっとるみたい。なんかやってる。まーちゃん出演せずになんかやってる。ウェブ返ししてます。はい、なんか今ね、お友達が来てくれて、顔映っちゃダメ。あ、ダメなの。多分ね、お尻で隠してあげて。うん、でも誰も見てないよね。あ、5人になってる。え、あ、5人になってる。すごい。すごい、5人になってる。午前中7人でした。7人中1人は私。あ、6人になってる。すごい。午前中の。10人になるまで頑張っちゃう？さっきね、7人だったもんね。切りたくなかったじゃんね、実は。電池がないだ。そう。切りたくない。あ、減ってる。ほらね。ねえ、ほらね、あったかいですよ今日。今日あったかいです。うん、お布団干しました。よかったら多肉見に来てください。まだまだあります。はい。今回めちゃくちゃたくさん作ったので、めちゃくちゃあります。
お正月修行になってます。そう、腱鞘炎になるかなと思ったけど、全然ならんくてね、うん。元気です。元気いっぱいでおります。皆さん元気ですか？はい。なんか職場じゃインフルエンザで休んでる人が結構。あ、本当に？結構。今さなんかあれ溶連菌になってくるんじゃなくて、なんか流行っとるみたいですね。両方流行っとる。そうなの。なんか自慢じゃないけど、この間喉が痛かった気がする。あれ？でもマスクしてたんで。コロナはどうなったんですか？コロナは多分もう消滅した。それはないと思うけど、ね、そうではないと思うけど。消滅したと思われます。はい、そうだね、はい。ということで、はい、コロナに勝ちました。今インフルエンザです。はい。ブームは。はい、大丈夫です。ワクチン打ってます。ね、3800円。はい、打ってません、ワクチン。はい、はい、はい。お、いいね来た。いいねはさ。かわいい、このいいね。いいねはワクチンに対するいいねだよね。ねえ。いいね来た。やっぱりワクチンだよね。いいね、こんな風に出るんだ。まー、あ、ちゃん、いいねした？しないな。誰かがいいねしてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。え、いいねするとそんなになるの？初めて。あ、初めてじゃない？初いいねじゃないの？そうそうそう、初いいね。初いいね。どこがいい？よかった飛んでみるじゃあ。飛ぶ。もう一回飛びましょうか。そうそう、減るかもしれない。じゃあ、これが良くなかったんだって。これがなくなったもんで良くなったんだって。あ、そうか、ちゃんと喋りなさいとか。はい。はい。はい、2人の年齢足すと100歳超えます。全然超えるし。まーちゃんも足すと日本最高齢。まーちゃん足すと160歳なり以上になります。まーちゃんもう近寄ってこなくて。足さんでいいじゃん。私たちのバカさがいい。足さんでいいじゃん。まーちゃん足すと170歳ぐらい。私たちの年齢引くとゼロです。ね、そんなことね。引いても引いてもゼロ。引いたらゼロでしょ。そうか。同い年だもん、ゼロじゃんね。そういう計算？ちょっとね、頭も弱い、体も弱い。膝もガクガク。膝も弱い。でもね、意外と治るの早かったよ。ここは、膝腫れたんだけど、転んだ後。よかったね。半日で治ったもん。よかったね。ここに腫れた。そう。内身ってやつだよね。うん。内身？直美。直美はいらん直美はいらん。コントが。M1 に出ようかしら、ね、来年売れないまず来年 M1 出ちゃう一回戦負けてもう顔で落とされるね、みんなが一生懸命選んでるのにこんなとこで喋っててすいません、はい、皆さんなんかコメントないですか？ないない、実物が来てくれると嬉しいんだけど。本当だよね。プラムさんあたり近いですよね。プラムさんどちらなの？カムカオリですよね。違う、違ったかな、違う、プラムさんかな。のどこなの？え、言っちゃいかんね、言っちゃいかんね。違う、あ、仕事してるからガマゴールにいない場合もある。あ、3人になっちゃった、ね、おや言うなって、いちいち引かれちゃった。まーちゃんヘルプ、ヘルプ、ね、販売してきなきゃいけないから、まーちゃん出すと170歳。販売したもんね。販売した方がいいな。販売した方がいい、仕事だもん。そう、まーちゃんが仕事してます。そうそう、まーちゃんが働いてます。はるちゃんは喋ってます。なおみちゃんと。私買い物中に行かない。なおみちゃんご飯食べてない？食べてない。お昼ご飯食べてないんだよ。そう、掃除しとった。キムチ食べたよ。キムチはお昼ご飯なの？キムチ、キムチ、キムチ、キムチのみかん添え。出た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 。私何にも食べてないんだ。お腹すきゃいね。今やっと空いてきた。お腹すいちゃうよね。昨日、前か昨日の話は。まあいい。だってあと YouTube 撮るでしょ。そうそうそう、一応予定としてあと 16% で。やばいじゃん。なんかさ全然見えないんだよね、コメントとかが、うん、あ、なんかいっぱい、あ、いっぱい見てくれとる。あ、なんかコメントもあった。こんにちは、朝も一緒一番に入りました。またまたインスタグラムを覗いてたら春さんたちが。そうなの、そうなの、今ね、うまく出なくてコメントが、ね、文字がね。お疲れ様、ありがとうございます。自分で触らんというか、あんのかな。いっぱい見に行くわって、ありがとうございます。見に来て、遠いのでそちらに行けませんか。楽しそうなのが、ありがとうございます。楽しいです。そう、なんかね、ちょっとめちゃくちゃごめんね、遅くって。なんか表示が遅いよね、うん、あ、ごめん、手のすごい遅かった。めちゃくちゃアップが見えちゃうね。確かに遅かった。え、あ、決まったよ、決まったよ。さあ、なおみちゃん、あ、また後で。また後で。もう、これで終わるのかな。そうそうそう、ありがとうございます。だって電池ないもん。なんかお客さんが決まったそうで、またねー。また見てねー。また見てねー。
なんかね、コメントいっぱいくれたわ。ただ見えんかっただけ。